仕方ない人ですね。やっぱり教官には私がついていないと。心地よすぎて一瞬寝てました。その寝言とか言っていませんでしたよね。目が泳いでますが、一応お気遣いには感謝します。どんな夢を見ていたか、それは秘密です。思えばこんな広い湖で泳ぐというのは水泳部でもなかなかない経験ですね。せっかくですし、沖合まで行けるかぜひ挑戦してみたいです。頑張ります。私が選んだ部活での成長、どうか見届けてください。どうしてこんなにも落ち着くんでしょう。教官のそばだからでしょうか。教官もですか。そのできればもう少しこうさせてください。黄昏が終わって私の体も成長しているみたいですが、いつか他の皆さんのような素敵な女性になれる日は来るのでしょうか。少し照れますね。どうかこれからも見守っていてくれると嬉しいです。最近気づきましたが、ミリアムさんは割と際どい格好が好きなようです。水着もあんな。私のようにもう少し落ち着いたものにすべきですね。え、私の水着も危うい感じがする。そんなことはないはずですが。たとえそうでも問題ありません。そのリーン教官の前でなら。思っていたより量があるんですね。ですがこの食感と甘さ、ミリアムさんから聞いた通り癖になってしまいそうです。前に彼女からも送られてきたんですが、このタピオカミルクティーと自撮りするのが流行っているとか。お返しをずっとせがまれていて。その教官、もしよければ私と撮っていただけませんか。ありがとうございます。二人でミリアムさんに負けない自撮りを撮ってみせましょう。だとアングルが難しいですね。こんな時まで本当にフラチですね、教官は。私のを見てもあまり楽しくないと思うのですが、気が済むまでどうぞ。あなた相手なら悪い気はしませんし。教官、よそ見をせずに真面目にやってください。アークスだとアングルが難しいですね。
死のを見てもあまり楽しくないと思うのですが、まあ気が済むまでどうぞ。あなた相手なら悪い気はしませんし。少しおかしくなりますね、この私が自撮りをしているなんて。最近私ですら知らない私がどんどん見えてくる気がして。きっといいことなんですよね、私にとっては。ありがとうございます、教官。きっとこれは皆さんやあなたと過ごしたおかげでしょうから。またそのうちこういう他愛のないことに付き合ってもらってもいいでしょうか。私も楽しみにしています。